こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本の潜水艦を視察できるのは、日本の大臣クラスか米軍事関係者以外には、視察できない。最高クラスの機密になるからで、その潜水艦に異例の、視察をしたのを思い出した。スターリングエンジン最後の、そう、竜型潜水艦、青竜2が、スターリングエンジン最終型となった青竜だが、忍者のように潜む。静粛性には優れている。日本領海内を防衛するには適している。では、今回の視察とともに、スターリングエンジンとリチウムイオン電池との比較を詳しく見ていきますね。聞かない言葉になりましたね。今年2020年3月、海上自衛隊では、そう、竜型潜水艦11番艦。鴎竜が就役し、また、10月には、次級となった、太平洋浸水、蓄電池に、リチウムイオン電池を採用したことが、大きく取り上げられた。鴎竜以降の海上自衛隊の潜水艦では、すっかり定着した艦もある。このリチウムイオン蓄電池とモーター、そしてディーゼルエンジンの組み合わせだが、それ以前を振り返ってみたい。とはいえ、そう竜型10番艦の昇竜が就役を果たしたのは2019年の3月であり、1番艦で、ネームシップの昇竜も、2009年3月の就役と、まだ11年しか経過していない。そう。竜型のさらに前級にあたる、親潮型では、鉛製蓄電池と、ディーゼルエンジンが推進方式に採用されていたが、そう竜型は、これに加えて、スターリングエンジンを搭載を選択した。これは、当時あった燃料電池とスターリングエンジンを比較した場合、海上自衛隊としては、後者の実用性が高いと判断したためであり、スウェーデンコックムス社のものをライセンス生産して採用する。コックムス社のスターリングエンジンは、スウェーデン海軍のゴトランド級潜水艦に採用され、量産型として、1999年から3隻が就役を果たしており、先行してきた域、依存推進を実用化していた。海上自衛隊でも、これに着目し非対機、依存推進艦の建造を行ったが、本家のゴトランド級潜水艦が、水中排水量でも、約1500トンに過ぎないことに。比べ、はるかかに、巨大な銅4200トンの、総竜型となった。こうした通常動力型潜水艦としては、世界最大クラスの艦であることも。手伝ってか、2018年に、就役した総竜型9番艦、青竜の。訓練には、アメリカ海軍の潜水艦隊司令官も同乗するなど、話題を集めた。現在も、通常動力型潜水艦の、代表的な存在であるドイツの214型潜水艦はディーゼルエンジンに燃料電池とモーターを用いた。非対機依存推進方式を採用しており、世界的にはこれが標準とも言えよう。214型潜水艦は本国ドイツ以外でもギリシャ、韓国、ポルトガル、トルコなどへ輸出及びライセンス生産が行われているが、いずれも水中排水量は2000トン前後であり、そう、竜型の大きさが際立つ。ちなみに、
韓国は、この214型潜水艦を、孫元一級として導入しており、同艦やさらに、その前の209型などをベースに、一応国産を謳う。トサンチャンアンホを建造し、さら近年は原子力推進型の、保有を打ち出している。さて、1番艦の漕流から10番艦の漂流までの10隻は、鉛製蓄電池とディーゼル及びスターリングエンジンの方式で水中の最大出力8000馬力と水中最大速力20ノットを誇った。11番艦の横流や12番艦の倒流では、スターリングエンジンを廃止したことで、これが最大出力5600馬力。水中最大速力18ノットと数値上のスペックでは低下している。これは、瞬間的な推進力の低下は否めないが、鉛製の蓄電池よりも、継続的な推進力の向上が図られた結果、連続航行時間や距離が大幅に、延伸されたといい、実運用上は、トータルな性能アップを実現したという。しかし、こうした、横流以降の潜水艦が登場するまでは、そう、流型の鉛製蓄電池と、ディーゼル、及び、スターリングエンジンの方式は、通常動力型潜水艦の頂点に立つものだったと見てよいだろう。そして、もう一点、海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴とも言えるのが、静粛性の高さであり、連続潜航時間や速度では原子力推進型の、潜水艦に及ばないものの、世界でもトップクラスの実力と見られる。原子力推進の潜水艦は、その原理上、完全に機関を停止して騒音をなくすことは、できないが、海上自衛隊の潜水艦は、機関の停止に加えて、様々な吸音の、工夫や乗組員の練り度を高めており、その点でも、群を抜いた存在だ。これは、韓国の孫元一級などでも意図せぬ騒音の発生が問題化し、稼働開始以後も、その改修に時間を要したことなどとは真逆に、特筆すべき、完成度の高さであることが伺える点だと言えるだろう。ただし、軍事兵器として見た場合、それを構成する要素は極力、シンプルであることが、メンテナンスや建造の点からも有利であることは、明白なので、電池とディーゼル、及びスターリングエンジンの、復権はないと思われる。今後は、これに加えて、さらなる船体のステルス性能の向上や、航空機ではすでに、実用化が進む分野が、水中にも拡大し、小型の無人潜水艇を完成する方向に進んでいくのではないだろうか。そうした無人機の分野では、日本は決して進んでいるとは言えない状況だと思われるのだが、海上自衛隊の主戦力たる潜水艦だけに、そうした方面の明るいニュースにも期待したい。
海上自衛隊が世界に誇る潜水艦や P3C 哨戒機、B1 哨戒機護衛艦の偵察能力ですが、単独で活躍するだけではありません。多くのデバイスと協力して任務に当たっているのです。今回はこの探知能力について詳しく見ていきたいと思います。実は中国の原子力潜水艦なら即発見できるそうですよ。防衛省は2020年6月20日日分島トカラ列島と奄美大島の間にある海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が航行したこと、その潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて海中に潜んだままで通過していったことを発表しました。この潜水艦が通り抜けた海峡は、トカラ列島と奄美大島の領海の間の幅が 10km ほどしかない非常に狭い海域です。位置的にも当然のことながら、日本の接続水域内ということになります。実は、中国は4年前の2016年、平成28年に海軍の艦艇をトカラ海峡に侵入させたことがありました。日本は当然、領海侵犯として中国に抗議したのですが、トカラ海峡は国際法上の国際海峡である。航行の自由が認められている海域だから、日本の領海侵犯には、当たらないと一方的な主張を述べるだけで、中国は領海侵犯の事実を認めようとはしませんでした。日本における国際海峡は、一宗谷海峡に津軽海峡と対馬海峡の三あずま水道、及び四西水道五大隅海峡の5つです。これらの海峡は、日本の領海法で公海と認定しているものなので、国連海洋法条約で定義されている国際海峡ではありません。日本が国際海峡と宣言して他国の船舶が航行できるようにしているのです。そう考えると狭いトカラ海峡が国際海峡であるという中国の主張は全くもって的外れと言えましょう。最近、年中行事と言わんばかりに、中国海軍の潜水艦と思われる艦艇が、南西諸島のあちこちで、日本の接続水域や排他的経済水域を海中に、潜ったまま、通り抜けるという事件が多く発生しています。類似の案件で、記憶に新しいところは、2018年1月の事件では、ないでしょうか。尖閣諸島の接続水域を先行していた、093型原潜と思われる潜水艦が、海上自衛隊に追跡された挙句、東シナ海の公海上で浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去ったという案件です。遁走した原潜は、海上自衛隊に発見されて以降、ずっと逃げ回っていたようです。なぜ、そんな海域にいたのかという理由ですが、尖閣諸島の領有を主張するための行動ではないかという見方がありますが、軍事筋などによると、海自の対潜哨戒ヘリや護衛艦、タブー潜水艦からも、2日間にわたり、アクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて、やめぐなく浮上したものだろうと推測されています。中国原潜がアクティブソナーの洗礼を浴びたのは、この時が初めてでは、ありません。
16年前の2004年、平成16年にも発生していたのです。この時は、091型環球原子力潜水艦が、石垣島の領海を侵犯した事件でした。当時、海上警備行動が発令され、この潜水艦が、上海沖に逃走するまで、追いかけました。中国側は、しぶしぶと、訓練中の技術的な原因により、間違えて石垣水道に侵入してしまったと、審判を認めた上で釈明したそうです。ご存知の通り、それ以降も、中国潜水艦の接続水域侵入は続きました。海上自衛隊は、沖縄元島うるま市のアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とする潜水艦探知音響システムを配置、活用しています。同時に、水中を潜航する潜水艦の動向を常時、監視していると言います。このシステムは、海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中聴音機を設置して、通過する潜水艦から発信される音を探知するばかりではなく、ボトモンや磁気データなどの収集も可能ですから、艦首だけでなく個別の艦を割り出すこともできると言われています。かなりの優れものという感じがしますね。2020年6月の侵入に対して、防衛省は、哨戒機や護衛艦などが追跡して、情報収集と警戒監視を行ったと発表していますが、侵入潜水艦を発見できたのは、多分、この潜水艦探知音響システム、ソソウのおかげではないかと考えられます。南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は、ソージャスを使用することで、海上自衛隊とアメリカ海軍によって常時監視されていると言っても、過言ではありません。このシステムは、東西冷戦時代には、ソ連の潜水艦探知のため、津軽海峡や、対馬海峡などに設置されていたそうです。冷戦時代が終わり、日本とアメリカ共通の仮想敵国は、現在中国となりました。このシステムは、前述の通り、南西諸島で活用されていて、最近では、下北半島から、北海道道東までのケーブルが設置され、運用も、スタートしているそうです。海自の潜水艦探知に関するテクノロジーは、日々開発が進行中で、水中電解センサーや熱感知センサーなどが、すでに実用化されているのでは、ないかとも推理されているそうです。熱感知センサーですが、源泉の原子炉冷却排水は周囲の海水温よりも高温ですから、その熱を感知すると潜水艦の存在がわかるはずです。また、通常動力潜水艦のスクリューによって生じる温度差も感知可能と言われています。そして水中電解センサーです。この開発によって、海底設置型水中電解センサーが、すでに稼働を始めていると推測されています。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの、金属があります。これらの金属が、艦内と電気的に接続されている場合、艦内に流れている電気が、海水に電流として流されることになるので、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解が発生します。
ちなみに、この水中電解については、船体から磁気を消す作業を施した。潜水艦であっても、海中を潜航すると、わずかな磁場が発生するので、磁気を隠すことは不可能と言われています。この水中電解を捉えるセンサーが水中電解センサーです。特別な装置も、必要なく、ケーブルそのものがセンサーになるので、その進歩は、目覚ましいものがあります。潜水艦探知音響システムなどの、音響探知システムと併用して、総合的に潜水艦の探知に、使用されている可能性は高いようですね。中国海軍は、2018年に、国旗を掲げて浮上せざるを得なかった093型。原子力潜水艦の後継艦として095型攻撃型原子力潜水艦の開発をスタートしたとみられています。095型は093型と比較するとキャビテーションノイズがかなり低減すると期待されているそうです。キャビテーションノイズというのは、物体が航行すると気泡ができますね。それが原因の音響信号のことです。このノイズが減れば敵に探知されにくいということになりますね。中国としてはノイズを減らせばレーダーに引っかからないと高をくくったのかもしれません。しかし、前述の潜水艦探知音響システムや水中電解センサーを併用すれば、何ら問題なく、中国船内の探知は可能と思われます。中国が、しつこく、南西諸島の日本の接続水域に出現する理由は様々な、目的があると推測されるのですが、その一つは、日本の潜水艦探知能力を、探るためという指摘があるそうです。自分たちを追跡する相手の能力を調べるのは当然といえば当然ですが、真心にも敵を知り己を知れば百戦危うからずと言ってますしね。日本の自衛隊設立の目的の一つは、東西冷戦の中でソ連への防壁という意味がありました。北方領土に例を取るまでもなく、万が一北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのです。しかし、近年は、その相手がソ連から中国に変わりました。北の防衛より、中国がちょっかいを出してくる東シナ海の島嶼防衛が喫緊の課題となってきたのです。陸自の海兵隊といえる水陸機動団が新設されて着々と整備が進められていますが、中国への抑止力になるまでにはまだまだ時間がかかりそうです。ということは、潜水艦探知システムが中国海軍への抑止力となる可能性は十分高いと思われます。